ほらほら、なんかこれも怪しくなってきたな。バッチリもいるところは分かったんだよ。今日ね、おそらくね、ちょっとマッチョチャートね、今日いい感じにこれから釣れると思います。すごいよ、もう。おお、何に追われてる？絶対に追われてるんだよね。でもシーバスじゃないんだよ。何に追われてんの？何に追われてる？すごい。あと65ミリのね、これいいところはね、これちっちゃいから、もうここだけのスペースで16種類全部入るというね。ね、普通これ16種類をね、一つのケースにまとめるっていうのはね、大きいケースじゃないとなかなかできないけど、こんな薄くて、しかもこの半分で全カラーがここで収まる。これもね、65ミリのね、いいところ、ね。よいしょー。いきなりやっぱ手前のブレーク入るところ、やっぱそういうところで反応するんだよ、マットチャート。あー、久々のマゴチの引きを楽しんでおりますけど、ちょっと すごいね、君のお口は。釣れとはいえ、本当マットチャートにしか釣れないし、ね、だからなんかあるよね。釣れなんだけど他のルアーじゃ釣れない。マットチャートにしかね、反応ないんだよね。これ不思議だよね。で、さあ、なんでかな、マットチャートだけ。ちょっと聞いてきて。でも本当そうだよね。いろんなルアー、いろんなカラーを投げてるけど、マットチャートでしか釣れない。これ絶対なんか関係してるよ、やっぱカラーが。ね、威嚇で、マットチャートが威嚇カラーになって、威嚇で体で反応するとか、っていうそういうパターン現象が起きてるんだと思う。例えばだからいっぱいマゴチがいて、ね、どんなルアー、スレダン、どんなルアーでもかかってきちゃってるっていう状況だったらね、わかるけど、マットチャートでしかスレないってことは、多分威嚇カラーになってるんだと思う。それで今日は捕食のカラーが、ちょっと多分存在してないよね。反応が、いろんなルアー投げても、こう反応が起こるのはもう今日はもうマットチャートだけだ。もう今日はもうマットチャートだけでいい。マットシャート、南マゴチ、来てこれはもう間違いなく追ってる。もう間違いなく追ってるよ。やっぱりマットチャートしか反応しない。今日はもう確実にマットチャートの日。
もう完全にね、こう泳いで、こうやって泳いできてる感じに、もう完全にアタックしてきてるから、ね、確かにフックは口にはこれはついてないけど、絶対こう、追い食いで、もう完全にこう反応してきてくれる、来てる。マットチャートの日。ね。今日はもう本当マットチャートで様々だよ。ね、マットチャートってすごい効くね。やっぱ関西地域やここ三重県もね、こういう内湾って結構濁ってる日っていうのが多いと思うんですよ。ね、だから特にね効いてんのかなって思う。この関西地域、ここ三重県も結構濁り潮っていうのが、ね、日常的にあるから、こういうマットチャートがすごい目立って効いてんだと思います。おいと言ってたらマットチャートやっぱほんとそうだよね。あの俺こんなに効くなんてなかなかないよ。やっぱりここ関西地域とかここの三重県とかっていうのはさ、こういう内湾は結構濁り潮が多いね、年間通して多いから、こういうマットチャート系はね、もうここら辺の地域にはもうドハマりだね。うえーえー楽しいねちょっと遠かったね、でもね。来たよ、ほら。マットチャートしか本当に擦れない。ね。だからこの濁った潮に対して、何か反応を起こしてるよね。ちょっとポジショニングが遠くなったんかな。もしくは、沖から新しいのが今入ってきてるのかもしれない。ね、よし、ね、沖からちょっと入荷してきてるかもしれない、新しいのが。ポイントが遠かった。これから地合いなんじゃないですか。よし、張り切っていこう。もうちょっと突然、さすが山崎達也、撮影は降水確率 80% 以上。今ね、干潮の時にね、ちょっと場所変えてね、やろうと思ったんだけど、いきなりのゴロゴロと光ってるね。もう光ってる。ダメ、危険。もう今日はここで終わりとさせていただきます。ちょっとやっぱ雷はね、ほんと危険なんでね、皆さんもね、やっぱ光ったらちょっと避難しましょう。で、予報を見るとまあ避難してもダメだね。これからもう雨がバーッと来るもんで、ちょっと今日はこれにて終了させていただきます。で、また明日あるからね。明日早朝からまた頑張ります。それではバイ。昨日結構夕方雷雨、雷付き雷雨降ったから、あの水濁るかなと思ったんだけども、綺麗になっております。だから今日はマットチャートじゃないかもね。何で反応するんだろうね。次はクリアだね。クリア。ちょっとこの太陽が出てる中、そのクリアカラーの乱反射を利用してクリアにしてみます。よいしょー、クリアだ。一発だったよ、クリア。やっぱこの線の上にいるね。しっかりいるよ。さあ寄ってきなさい。
はい、今日ね1本目です。でね、クリアに変えた途端やっぱね、この乱反射がね海中の中でねピカピカと光ったんだと思いますね。反応してくれました。よし、じゃあ次行こう。このままちょっとリリースしましょう。よし、今度お母さん連れてきてね。よしよし、とりあえずはまあ一本目って言って次行きましょう。よいしょ、クリアだね。おお、クリアなんだね今日は。よし、セットアップ。同じね背の上でね2匹目取れましたね。太陽もバッチリ出てるからね、海中が結構見やすいんだと思う。おえクリアね、今日クリアだよ、バッチリだよ、ね、背の上にはクリアです。クリア3連発だね。うっ、重いぜ、重いよ。よし、ね、ナイスクリア。まあ実はね、こう背の上に入ってきた魚っていうのはもう捕食体勢バッチリなんで、背の上にいる魚っていうのは結構あっけなく釣れたりするよね。ね、だからサーフでもいつもね、背の上っていうのは絶対叩く。いればもうすぐ結果が出るんで。でまあいない時の方が多いですけどね、もちろん。だからまあ深み、普段は深み、背から肩降りたところを狙ったりするんだけど、もうここの南マゴチはもう元気だから絶対背の上にいると思って、ちょっとマットチャートに戻そうか。ちょっと昨日ね調子良かったマットチャートにちょっと戻してみます。捕食カラーがねなかなかね見出せないんで、ちょっと威嚇のカラーで口を使わせるという作戦に戻ります。切り替えます。ほんと捕食カラーがねちょっとなかなか見つけられないよね。いいんです、威嚇カラーでどげーってやらす。結構やっぱこういうスポーニング時期ってね、威嚇カラーが当たるっていうのはよくある話で、やっぱスポーニングでねマゴチもねナーバスになってるんで、変なやつが近づいてきたらもう口で追いやったりとか、もうはたいて尻尾ではたいて追いやったりとか、魚ごと体で突っ込んで追いやるとかっていうね行動をしてくるんで、こういうねスポーニング時期はね、こういう威嚇カラーっていうのもね、すごく重要なカラーです。ね、捕食スイッチは入らないけど威嚇スイッチはすぐ入るんで、マットチャート威嚇してます。相変わらず威嚇しております。すごい重い。
スーパー威嚇カラーだ。スーパー威嚇カラー。ふい。ふい。ほら。体で突進系でしょこれ。ね、バッチリ威嚇カラーだね。モンスターショット65mm マットチャート、ね、ちょっといいサイズになってきたね。よし、楽しい。次行こう。次楽しいよね。三重県南まごち。はい、いってらっしゃい。お、行った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 。ね、こう暑いんでね、皆さんね、あのリリース結構ね早めにやってあげないとね、結構リリース失敗しちゃうから。やっぱこの暑さすげえ暑いぜー。どうすんだろうね。網も持っていないのにどうすんだろう。うわー、やっぱ背の上にいるね。背の上にいるよ、やっぱりね。セイセイ。俺も尻尾で叩いてきた感じですよ。離ろーって。ね、こうパッとね、スレだけどもフック1本ちゃんとこうね、しっかりかかってればね、全然テールフックだけで釣りって成立するんで、モンスターショットはテールフックのみとなっております。絶対にフックが少ないからバラしちゃうとかかかりが悪いとかっていうのは一切ないんで。ただ磯でね、カツオとか狙いますとかヒラマサ狙いますっつったら、もちろんフックサイズはでかくした方がいいし、フロントにシングルフックつけるっていう、そういうのはあるんです。うん、それとあとはそのフロントフックがある時って、こういう遠浅サーフを引っ張ってくるとフックがね、砂にね刺さるとね、もうそのまま刺さったままバーッてねなってしまう。浮き上がりが遅いっていうか浮き上がらなくなっちゃうの、フロントフックがあると。だけどこうモンスターショット、この 65mm はもうテールフックしかないんで、結構砂ずれ軽減される、うん、ちょっと待って、ちょっと一回中断。すごいよね、威嚇カラーね。威嚇カラーですよ。こう喋って巻いてるだけでもしっかりルアーが威嚇してくれるね。これちょっと口で威嚇してきたっぽいよ。違うか。違うね。尻尾で威嚇か。尻尾威嚇。可愛らしい。可愛らしいやつが引っかかってきた。はい、このモンスターショット 65mm、ね、25g でテールフックしかないんですけども、まあ、テールフックの利点っていうのはね、やっぱり吸い込みがすごくいいんですよ。フロントフックがない分テールフックだけだと吸い込みがすごく良くて、ね、一歩フック1本で不安かもしれないですけど、結構バラシが少ないです。あともう一個利点はやっぱね、遠浅サーフ、全国には遠浅サーフが結構多いんで、砂ずれしないフロントフックでね、結構砂ずれとかして引っかかってってなっちゃうんですけど、これテールフックだけなんで砂ずれしないでゆっくり引くことができる。で見せて釣る、しっかりバイト取ってくれます。違和感なしに吸い込んでくれるんで。よっしゃー。
威嚇だね、威嚇、威嚇カラーだよ、やっぱり。でもあれなんだね、ちょっと小さい。ちょっと小さいんだけど、ほら威嚇でついばんできたね、威嚇で、そう、威嚇でついばんできてさ、ちっちゃいけど、こらーって。はい、ちょっとね、まあ小さいですけど、まあこういうスポーニング時期って威嚇カラーっていうのがね存在してね、あのこの威嚇カラーってね、捕食じゃなくて威嚇してくるっていう、尻尾で叩いたりとか体で突っ込んできたりとかで、口でついばんで邪魔だどけみたいな感じでね、こういう行動してくるんで、こう威嚇カラーで、威嚇カラー投げてね、こう狙ってみるっていうのも一つの手です。まあ昨日からもうずっとそうだよね、結局口使うっていうより威嚇っていう行動があるんで、やっぱマットチャートすごい効いてます。威嚇カラーにぴったりです。そしてね、今回このマットチャートなんですけども、威嚇カラーって、結構この時期、マゴチスポーニング時期、ナーバスになっております。だからちょっと派手な色したね魚がやってくるとね、尻尾で叩いてきたり、体でアタックしてきたり、頭もアタックしてきて、で口をついばんできたりっていうね、威嚇行動を起こすんですよ。それをちょっと今回利用しました。で、マットチャート以外にも、例えばね、マットピンクとかも結構威嚇カラーって僕は思って使ってます。それでね、クリアーじゃね、その威嚇カラー以外に、あのクリアーでこう3匹ね、反応してくれたんですけど、やっぱクリアーも結構乱反射、太陽が今バッと出てて、その乱反射がね四方八方に出るんで、クリアーもあの一種の威嚇カラーとして判断されたんだと思います、マゴチが、ね、それで、ね、皆さんもその威嚇カラーっていうのはね、あの結局口を使わせることができない日っていうのが必ずあるんですよ、ね、お腹減ってたらもう口使ってこないし、だけどこの威嚇カラーを当ててやると、その、ね、口で反応してきたりするんで、皆さんもねぜひやってみてください、というところで今回の三重県長考は、ね、ここまでとして終わりたいと思います、ね、マットチャートがぶち当たった三重県でした。ありがとうございます。それでは皆様、またどこかの県で会いましょう。お疲れ様です。ナイス威嚇でした。もっともっと大人になって怒ってこい。ね、ナイス威嚇だよ。もう決まりだね。今回はこのマットチャート威嚇カラーで決まりです。